内海俊勝 Love and Peace 同じ空の下から。This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭登る靴店スーパー G NPO 法人地球環境共生ネットワーク通称 U ネットナチュラルフーズショップ新鮮株式会社 EM 生活 EM ウェルネスリゾートホテル&スパコスタビスタ沖縄交わって輝きの中に溶けて時を超えてゆく。セポヘイト筋30年横浜の野毛あぐら亭スーパーオイル配合スーパーレ肌油源スーパーレ髪油源スーパー一筋30年横浜の野毛あぐら亭あれ Oh wow横浜野毛あぐら亭 .com で検索してください。登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、はい、こんにちは、ね、1週間のご無沙汰でした、うんね、昨日は今日も雨降ったかな。朝ちょっとね、昨日はすごかったんだよね。すごかったですね、雷も、うんね、今日も降ったでしょ。強烈でしたけどもね、今日もこれから降るかもしれないということですからね、気をつけましょうね、はいはい、さて今日はゲストで、はいねはい、牧野健三さんに。牧野健三さん、まあ、ご存知の方はご存知知らない方は知らないでしょうか、ね、地元横浜上岡の星ですよ ね、うん、ねちょっと自己紹介を兼ねて、はい、ありがとうございます。はじ、いまあ、めまして。はじめまして。まあ、牧野健三で、まあ、ナチュラルハビアトっていう名前で、うんうんねはい、うん。音楽活動させてもらってて。はい、まあ、覚えられないと思うので、ナチュラル H って、H、はい、うん。みんな、まあ、H って言って、H だと困るんで、H って、はい。H ね。はい、ね。そうだ。ありがたい。うん、M ちゃんとご知り合いだったということで。ね、そうですね。何度か、ねはいはい飲み仲間ですか。飲み仲間というか、私、まあまあ、ヘロヘロに酔ってましたけど、あの時。失礼ですね。いやいや、うん、でも音楽はちょっとワイルドで。あ、そうですか。ね、でもナチュラルハビタットって意味は、うん、あ、これ意味はですね。何なんですかね。なんかあれ、うん、自然保護区とか、まあなんかそういう意味で、あ、そうなんだ。はい、そうなんですね。なるほど。うん、じゃあね、早速じゃあ曲をね、うん、じゃあ聞いていただきましょうかね。はい、じゃちょっと紹介してもらっていいですか。一、はい、曲目はね、一曲目、じゃあナチュラルハビタットで、はい、バーケーションからお願いします。はいこういう感じでこうの飲んでる雰囲気から始まるんですか。そうですね。いいですね。癒し系。そうですね。まあ、これちょっと CD 作ってるところ、うん、結構データを飛ばしちゃったんですよ。うん、でケツが決まってたので、はいうん、でもリリースしないといけないで、全部飛んじゃった。まあ、全部じゃなかったんですけど、うん、だいぶ飛ばしちゃって、で急遽もう一発撮りにしようみたいな。あ、そう。いいじゃん。綺麗な声。ありがとうございます。うん、これ全部こう自分で。そうですね。はい。ジャケットの CD。 私、あ、これ、あ、いいです。 CD
あ、そうだ、あれあるかと思うんですか。から歌を歌ってた。子供の頃だ。子供3歳ぐらいからピアノをやってたんで、そっから。結構人前でっていうか。あ、ライブしだす。でも20年ぐらい前から。でも20年前。うん、はい。自然に流れる。そうですね、もう BGM が一番合うんじゃないかなと思うんですけどね、今。なんかこう、見た感じ本当にね、ちょっと南国風な方なのかと思ったら、じゃあ真逆なんですね。北海道出身、びっくりした。そうなんです、いや、まずほとんどの人と会うと言われますね。沖縄とか、南の方でしょ。そうですよね。いや、ライブなんかいつも一人で、誰かギターも一人で。そうですね、サポートで、いつもやってくれている、そうですね、友達とかがいて、はい。これはまるっきり一人で。これはですね、僕ギター弾きながらなって、まあリードギターとドラムが、はい、これは入ってます。あ、なるほど、なるほど。はい。あ、出てる。そうですね。体が入れてくる。はい。ちょっといいですね。はい、いいですね。ありがとうございます。いい声してるしね、ギターも上手じゃないですか。ありがとうございます。海辺にいるみたいな気分になっちゃう、うん、あれですか、うん、全部オリジナルなんだろうけど、最初になんかこういう音楽やりたいなって思ったきっかけは何かあったんですか。そうですね、まあ、ちっちゃい頃、まあ幼稚園入る前ぐらいからピアノを、はい、あ、まあ、はい、うん、まあ母親に、はい、なんかの教室に入れられて、それでなんかちょっとエレクトーンのバンドというか、そこでは歌は歌わずに、なんていうんですかね、T スクエアとか、ちょっとインストのバンド、はい。で、僕がバンドって言ったらそういうのをイメージしたんですけど、まあでも、大きくなっていくと、ボーカルありきのロックバンドとかに出会う。まあ、それで、その反動で、歌いに走ったんじゃないですかね。どうなんですかね。どんなのを聞いてたわけ。歌ですかね。歌物としては。歌物ですか。本当は。洋物でも何でもいいんだけど。そうですね。結構ブラックカルチャーが強い。はい。あ、そう。ところばっかり、ね。まあレゲエとか、はい、そうですね。そういったものにも興味ねある。まあ雰囲気的にはね。まあ。レゲエ、サーフ、ポップスと、まあ、ジャンルで分けるといろんなことになるけどね。そうなんですけどね、でも、基本的にはやっぱり好みだからね、どんなものでもやっぱり気に入ればってことはあると思うけど、まあ、かなり中学生ぐらいがボン・マーリーがやっぱりがっつり聴いてたと思うんですね。なるほどね、そういう時代だったんだ。そういう時代でした、はい、なるほどね。僕の息子と同い年。はい、そうなんです。そうなんですね。なるほど、うん、不思議な感じがいたしますね。そうですね。もういい感じなんで、もう一曲どうですか。そうですね、聞きましょうよ、うん、ね、お願いします。はい、じゃあ、ありがとうございます。紹介してください。本当はライフ、次に紹介するライフは、違う普通のバージョンで入れたかったんですけど、今回はピアノバージョンで入ってるので。ピアノ自分で弾いてる。いつもサポートしてくれる、しかも4歳から一緒にピアノをやってた、はい、仲間の健太っていうのが弾いてくれてるんで。あ、そうですか。はい。はい、
ライフピアニッシモです。はい、お願いします。幼稚園から一緒にピアノを習ってたお友達が弾いてくれて、すごい、いつもサポートしてくれてる。ええー、その人も北海道の人。いや、まあ、こっちですね。あ、そうなんだ。神永にクイアップっていうスタジオがあるんですけど、はい、そこの子供、そこの子供たち、今は、まあ、ついで社長になりました。ああ、なるほどね。じゃあ録音もそこでやったわけではない。あ、それ録音もそこでやった。まあでも、そういう、まあ、偶然というか何か友達がそういうところやってるっていうのもあれ、ね、縁があったんですね。ジャケットにみんなぴったりですね。これも店のせいで一緒にやって、あ、そう、一発で歌も一緒に。あ、そうです、じゃあライブでやってたの曲もあると、はい、そうですね、はい、これは初めてなんですか。はい、初めてした、そうですね、はい、そしてラジオも初めて。あ、本当初めてですし、よかった。ライブいっぱいでしょ。そうですね、ありがたい、はい、そんな大きなところでやったいんで、いっぱいと言っても人数的にはそんなにね。地元にファンが、ね、多くてみんな応援してくれて嬉しいですよ。嬉しいですね。みんなちっちゃい頃の友達とか、そうですね、とか、まあ、先輩なんかやりづらい時もあるから、まあ、それもわからない。俺もだって鎌倉大出身だけど、あの昔鎌倉でぐらいでやってた頃なんかあんまり、あのちょうど上の人、あ、ごめん、ね、いいですね、うん、あの詩もすごく僕好きですよ、この、あのすごく自然な形で、優しさがね、にじみ出る感じが出て、いいじゃないですか、ピアノっていうのはね、一発撮りっていうのがね、素晴らしいね。そうですね、今時あんまりそういう人って少ないんでね、はい、うん、だからその方が俺もいいなと思うんだよ。臨場感あるっていうか、こう、その場の雰囲気がね、すぐ出るというか、うんうん、素晴らしいですね、ね、ライフ、人生ですね、はい、人生、まだ人生語るにはちょっとお若い、まだまだ、ね、そうですね、はい、まだ独身だそうですから、はい、あ、そうなんですか、んです、ね、じゃあぜひね、結婚願望があるんですか。いや、結婚願望はあるもちろんもちろんあります、ね、あるんですか、はい、そうだよね、結婚したいなと思って、もう15年ぐらい経ちますからね、うん、そんな昔かそう思ってた。結婚願望はあります。でも今はもう結構30代半ばでも結婚する人結構多いから、うん、もう遅すぎることはない、ね、全然、うんうん、全然ですよ、全然今から今からでも全然あれですよ。で、こういう歌歌ってれば自然にモテるでしょ。モテると思うよ、俺、モテたいですね耳元で歌われたらどうよみたいな、ね、いや、ささやかれたら ね、うん、じゃあこれちょっとメールを見ますか。そうですね、はい、はい、じゃあ何か一つお願いします。あ、はい、あ、ジョニー大口ゆうのすけさん、こんにちは。リクエスト Close to You、 あ、何、トミー、エマニュエル、あ、トミーエマニュエル、うん、はい、メッセージ、エミーさん、宇宙美さん、不純な天候が続きますか、お元気ですか。さて7月2日は久方ぶりにハイダウェイに行かせていただきます。楽しみにしております。ジョニーさんのシングルで内海さんがギターを参加されている、え、シューリコーブルース当日やりたいのですが OK いただけそうですか。いや、別に俺は構わないあの、俺曲覚えてないしそんなのやったかなみたいな、こういうブルースがあるんですね。あ、そうですか、面白い、ぜひやってください、うん、ということです、はい、はい、で、キタロウ、キタロウちゃん、ね、こんにちは。内海さん、ゆみさん、こんにちは、キタロウです。うん、内海さん、先週は横浜サンズアップ本当にお疲れ様です。行きたかった。そしてありがとうございました、うん、いえいえ、
まあ、いつも通り素晴らしいギターのね、もうメレーテもな、私を含めお客様一同魅了されていたことは間違いないと思いますとね、いつもお手伝いいただき本当にありがとうございました、これ御礼申し上げます、はい、またいつまでもこの調子で元気でられることを、これより切望いたします。硬いですね、本当に楽しいライブができました。これからもよろしくお願い申し上げますと、ありがとうございました、はい、ではでは、エミさん声の調子はどうですか。こんな感じですよまあでも先週は声出てたけど痛かったんですね。でもなんか今日声が違う風に聞こえるね。ちょっとすいません、出づらいんですけど、声変わりしてる。いや参りましたよ、北郎ちゃんのところ行きたかったんです、ね、すいません、あの日やっぱり熱出してしまいました、ね、体調管理には十分気をつけてください。ありがとうございます。汗汗と言います、ね、うん、はい、あとじゃあ、これねブスカーから来てるんだけど、あの日本の代表今日サッカーあったじゃないですか、朝方ね、その前に、まあ、後に出したのか多分見てないのか分からんけど、勝った場合と負けた場合を両方メールくれてるのよ。ああ、そうなんです ね、どっちがどっち、残念ながら残念ながら負けてしまいましたけどね、あそっかそっか、こっちですね、サッカー日本代表見事に散りましたね、中間ほど夢を見させてくれてありがとう。そうですね、控えを含めて全員よく頑張りました、また4年後を楽しみにしています。そうです、ね、楽しみには増えたということで、さすがに4年後は遠藤さん出ていないだろう、そうかもね、日本中涙の雨ですねと言います、残念でした ね、 残念でした。まあでも頑張ったからいいんじゃないかな、だって、負けようと思ってる人がいないからね。そうですよ、ということ。あとちくろさん来てます。ちくろさんこんにちは、I'm in blue。 あ、そうだそうだ、こんにちは、ちくろです。時々雷と土砂降りといきなりの晴れに翻弄されてます。そうですよね、昨日は千葉にいたんですが、向こうはピーカン、あ、そうだったんだ、雨のつもりでいたのに日焼けしてしまった。あ、車で走っていると空の色が方角で全然違ってました。以前ラジオで話題になってたかな。あ、そうなんですか。確かに雨が降ってるところがピンポイントに見ることができましたよ。エミさん、お風邪の具合はいかがですか。こんな感じでございます。この陽気では体調崩しちゃいますよね、本当。お腹壊してる方々もだいぶ増えてます、皆様早く良くなりますように。 ありがとうございます。サッカー負けちゃいましたね。でもいろんなことあっても負けないで頑張るじゃん。そうだ、頑張るじゃん、ね、てなわけでございます、ね、今日多分聞いてくれてると思うんだけど、ありがとうございます。今日いい感じで多分、ね、聞いてくれてると思いますよ。癒されますよ、ね、本当に、いや、本当にいいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます、いやー、内海さん言われてもいやいや本当に、私はお政治は言わない方ですから。そうです、私も言いません何よりですありがとうございます、ね、それで、なんかあのホームページもあるらしいん で、はい、それはナチュラル H で検索すると、H で、はい、検索と出てきて、はい、で、まあ、その中にいろんな情報があるということで、はい、まあ、ライブはなんかこれからもいろいろやるにはあるんですけども、はい、そこでスケジュール見ていただければ。あ、そうですか、はい、ね、で上大岡に、まあ、今住んでて、はい、で面白いことに上大岡の地図がこのそうなんですね、あれに CD のあの、なんていうんだこれ、帯ですね、帯ね、はい、帯の裏に書いてありますから、はい、ね、これはやっぱり地元のファンは嬉しいですよね、はい、地元愛上大岡のライブハウスっていうのでも やったりするんですか。上大岡は、ね、あんまないのかな。ないんですけど、あのなくはないんですが、大体、いろんなそのバーとかで、なるほど、なるほど、あの、やらせてもらってて、そうですね、はい、いつもやるときは一人二人みたいな。はい、そうですね、まあ一人でやることもあれば、まあサポートの、まあ今だですと、ログハウスっていうバンドの、あの、大ちゃんとか、あの、いろいろ、はい、あの、サポートしてくれるメンバーが、ね、このレコーディングも手伝ってくれた人たちも手伝ってくれたりとか、はい、ね、いいじゃないですか。なんかこうすごく自然な感じがするし ね、あの、人柄が伝わってきますからね。わかります、この全体的に歌詞見てもさ、なんかこう EM じゃないけど、こうナチュラルな感じ、だから自然の中に生かされてるっていうようなね、感じをするんですよ、だから、私のテーマとも一緒ですからね。あ、そうです ね、すごく素晴らしいと思います。じゃあもう一曲、じゃあいきましょう。はい、これはですね、そうですね、あの、なんかこだわりがあれば、友達で、あの、かなこっていう友達が、シンガーで、まあ、ずっとキャリアもあって、ちゃんとやってる、まあ、横浜の、あの、女性シンガーなんですけど、そうなんですか。はい、その、
人とあの、うん、ちょっと一緒に作らせてもらった曲で、はい、ナッティーチルドレンって言うんですけど、いいですね、はい、じゃあ聴いてください、はい、哀愁がある、デュエットっていうわけではなくて、デュエットみたいな、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、無限に広がって彼女も一人でやってた、彼女はもう楽器はやらないんですけど、楽器は歌が出てる、はい、ワールドカップやら何やらも飲みすぎちゃいますね。まだ随分飲める年頃だな。お酒が好きなの。お酒が好き。まあお酒の場がすごい好きです。ああそうですね。その前にも何だったんですか、うん、参加したんですか、まあ、そうですね、多少は、はい、でも、うん、でもとかはこういう形にしたのは、はい、まあ、初めて、これはどうやって購入できるんですか、はい、今はそうですね、流通はあまり最初考えてなかったので、今はホームページから買えるようになっています、そのこちらのお店で、そうですね、はい、このお店で売ってる、はい、そうですね、ちょっとお返しもらって、書いてある、これ、これじゃないか、あ、なんか色付きの、色付きのやつか、あのところとかに置かせてもらう、まあ、まだ行かしてもらってないところもあるんですけど、あ、そう、はい、予定で、はい、ジェントルマン、ジェントルマン、ジェントルマン、ちょっと難しいかな、ちょっと親父が上からさそうですね、でも俺みたいな感じで行くわけだから、覚えてくれますかね、まあね、あそこのマスターが音楽好きで、あのままのイベントは彼が好きって言ったの、あ、そうなの、だから、すごい好きだと思う、あら、うん、まあ一応ちょっと思い立ってるけど、まあ、俺の番組でだって言えば、あ、知ってるから嬉しいですね、まあ、レゲエはこれからですレゲエみたいな感じで、なんか合いそうですね、青空の下で聴きたい、あー、はい、もうやりたいですね、ですね、はい、うん、なんかこう飲みながらほろ酔い加減でこうやって、もう海の家なんかでも今はもうちょっとおしゃれになってて、そうです、ライブやってるところなんかもあるじゃない、はい、あの、まあ、でもまあ微妙だよな、天候にさえされちゃうから、あ、そう、そうです、うん、ダメの時全然ダメだ、うん、とかちょっとまあ、うん、今年から去年からまあちょっとうるさくなっちゃって、あ、そうだね、音が、はい、そうですね、参
鎌倉とかは。鎌倉とかまだまだ全然良さそうなんで、ね、これだけで今度鎌倉の店でやるんですか。10月ですか。そこそこ、いや、動画だったら行っときます。あ、ぜひぜひ、もう来てください。あ、もちろん行きます、ね。いいな、なんかずっと聴いていたい感じの。あ、まあ、本当に。うるさは一番こう心地いいです。素直に入っていてる感じが。うんね。スコーンと。いいです ね、 ね、うん、これも ほぼ一発撮りみたいな感じなんですか。あ、これはですね、まあ、楽器に関してはそうですね。歌はちょっと後から、ね、歌は後から、はい、でもかなり、まあ、うん、楽器は本当ずれてても、もう、まあね、はい、ずれててもいいんだよ。あの、雰囲気だからね、うん、あのずれが面白い場合もあるしね。うん俺なんか勝手にずれてるからもうそれよしってしちゃう、ね。いや本当でも金子ってものすごい歌が上手で、なんか隣で一緒に歌うとちょっと、うん、あの、うますぎるかな向こうの方が、はい、みたいな、はい、そういうやついっぱいいるんだよ。そういうのって気になるんですか、歌ってて。いや、そりゃそうですよ。やっぱり別に競争するつもりはないけども、うん、まあ、うん、いいなって聞き惚れちゃうことはある。あ、うん、それは楽器にしても、何にしてもそうだけど、うん、まあね、それはやっぱりあの、お互いね、切磋琢磨ということで、うん、まあ、あのなんていうの、競争心というよりは一緒に うん、なんか要するにアンサンブルだから、うん、お互いに気持ちを分かり合うってことの方が大事だと思う、うん、だから俺もだからバンド組む時やっぱり何が一番最初に大事かっていうと、人間関係っていうか、うん、人だもんね。うまいとか下手ってのはもちろんあるんだけど、だけどそれよりも人だよね、うん、人が合うかどうかっていうのが、うん、やっぱり一番大きな核になるから、うんうん、そうですね、うん、だから友達で一緒入れれる人間とやるっていうのが一番ベストだと思うんだよね。今日はあれですね、えみ、うん、ちゃんはあの彼の歌を聞いたことなかったの。聞いたことありますよ。あ、そうなんですか。ごめんなさい、酔っ払ってたんですよ。ライブの時に。ライブの時ですね。そうなんだ、うん、あ、そうなんだ、うん、でもその後もいろいろあの YouTube とかって見て、うん、あ、そうなんだ、はい、ありがとうございます、うん、じゃあもうね、もうせっかくだからもう一曲、ね、そうですね、はい、していただきましょう、うん、はい、じゃあまあ、これちょっと大和、そうですね、うん、本当最後のなんて一発撮りの、うん、とんでもなく一発撮り感が出ちゃって、うん、言葉とかも入っちゃってるんですけど、うん、あ、いいね、まあ、これ日本の大和言葉を使った、うん、まあ、タイトルが、うん、聞いてくださいね、はい、いちるの花ですね。わあ、素敵。もう今そこでやられたか。ギターを継承する、はい、そうですね。ギター始めてまだ実はなんですけど、人に言ってないんですけど3年ちょっとぐらいに返したもんね。まあでもやっぱり所用はピアノやってたり、まあね、あれはそれがあったんだろう。でもそれにしてピアノが得意ですね。かっこいい、憧れるね、ジャズ中心が。いえー、もうだがっこいい。持ち運びできるかな、まあ、そうですね、ピアノがあるとこだったらいいね、ピアノのあるところでいきなり、あ、俺いきなり弾き始めたら、弾けるんだって感じですごい。そのサプライズがすごいやりたいですね、うん、いつも。ね、かっこいい。でもたまにのアップライトみたいな、あのピアノが置いてあるところを店は、こっちこっちあるんですよね、うん。いいですね、いろんな芸持ってて。いや、そうそうです。ね、誰が弾いてるかわからないから。ああ、ね、大事なんですよ。どこで誰が。それで失敗することもある。でもすごい、3年なんですか、まだ。3年ちょっとだったかな、はい、でも毎回やった時は一日もないですね。あ、そうですか、すごい、やっぱりすごいとしてる。これも母親にもらったギターなんですか。そうなの、だから50年ちょっと前ぐらいのギターなんですか。かなり相当古いギターです。物を大切に。綺麗だよね。
す日々を生きて。またこのカットギターに入れると声が合ってるね。合ってる、うん、母の愛を感じながら歌ってるか言葉にもいや、ハープが出てくるんですね。そうですね。これ BGM でちょっとじゃ喋って、うん、いいですか。いいですね、ね、今日はね、もう素晴らしい、ね、ね、この美味しさが詰まった素晴らしい方を連れてきてくれましたね、私の息子と同い年です、うん、よかった、うん、じゃあ今後とも頑張って、はい、ありがとうございます、ね、なんか応援できることは応援しますので、はい、よろしくお願いします、また遊びに来てください、ね、また CD も、ね、皆さん、ね、よかったら、はい、ね、手に入れてください、うん、本当素晴らしい CD、ね、インターネットのね、はい、自分のサイトからそうですね、サイトから、はい、ミニアルバムなんですけど、うん、ソングオブナチュラルっていう、はい、はい、これからホームページの方から、ホームページの方から、ね、はい、ファーストアルバムです、はい、ね、ぜひ皆さんぜひ応援してください、はいはいはい、今日はどうもありがとうございました。牧野健三さんでした。リチャード H です。それでは次のコーナーいきます。どうもありがとうございます。誰も彼もパッと見はいいかも。